ただ僕最近ジムに行って思うのが、はい、あのうちのジムじゃなくてね、はい、ゴールドジムとか行くじゃないですか、はいはい、であのコンディショニング、あ、これからトレーニングするんだなっていう方とか、はい、まあ、いますわね、はい、で、まあ、いろんなグッズとかあって、はい、まあ、やりますわ、はい、で結構時間見てるともう30分ぐらいやるんですよ、あ、はい、すごいなと思って、はい、でもちょっとこれ言い方悪いんですけど、はい、その後のトレーニングが、はい、そのコンディショニングいらないんじゃないのっていうぐらいのまだトレーニングが初心者の方とかが多いんですよ。だからやっぱりなんかね、ちょっともったいない気がするんですよね。あの、まあ、時間たっぷりあればいいんですけど、例えば2時間しか時間ない中で30分コンディショニング使っちゃうと1時間半になっちゃうわけじゃないですか。なんでまあ、皆さんが皆さんじゃないかもしれないですけど、やっぱりジムに行ったらまずはトレーニングをしっかりこうがっつりやれる方を優先した方がいいのかなと思いますね。もちろん怪我しててあのコンディショニングっていうのこれから入らなきゃダメな人もいると思うんですけど、まあ、とりあえず必要最低限のこのストレッチとかアップ的なところでまずはこう初心者のうちとかはいいのかなと思いますけどね。だからまあちょっと嫌味に聞こえるかもしれないですけど、このトレーニングに見合ったコンディショニングですね、はい、をまあ、いや、でいいんじゃないかなと思います。はい。